ましょう。あっちゃんです。今日12月3日マイバースデーです。はい、ということで、ね、関係はないんだけどね、適当に朝ごはん作りましょう。はい、まあ誕生日の朝ってことでね、好きなもの作りましょう。はい、まあちごでもな、好きなもの作るけどね。まずね、火の菜をね、投げていくかな。マヨね、もらえんな。マヨいいね。火の菜のタルタルソース、ジュースを作って、よいしょ。はい、今日のパンはね、これ、石窯コシヒカリ玄米パン、美味しいよね。いただきました。これさあ、痛い。お酒を蹴っ飛ばした。石窯のパンをね、まず半分に切ります。これ、ね、半分に切ります。で、ここにね、まあ、キャベツを乗せます。で、このババ天を乗せます。で、ここにね、タルタルソースを乗せていきます。火の菜のタルタルソース、よいしょ。こんな感じにね、のしときます。完成、食べましょう。はい、できました。ババ天サンド、いただきます。ではババ天サンド、パンとキャベツのタルタルのハーモニーが最高。パンね、香ばしくて美味しいね。玄米パン美味しいね。
ババ天サンドめちゃくちゃ美味しい。ババの天ぷらね、めっちゃババの魚身めっちゃ美味しいねんね。見た目があれやからね、なかなか食べる人が少ない。深海魚やねんけど、深海魚ってなかなか食べる人がいないんだけど、深海魚けど美味しくてね、で安いしね。なんかババ味噌汁2回してババ天して、これで半身使っただけってことは、これで250円ね。ちょっと、ね、内臓が臭いのと皮がちょっと臭いで、皮もね、熱入れたらぬるっとして、ぬるって言い方おかしいけど、コラーゲンで、あんこの皮みたいな感じで、あっちも好きやね。でも皮が臭いって言って敬遠する人もいてる、めちゃくちゃ臭いわけじゃない、まあ癖はある。なんかババはね、皮簡単に剥げんねん。めんどくさい皮引きしゃんでもね、手で掴んでね、まあキッチンペーパーで掴んでビューって引っ張ったら剥げんねん。まあ、ほんまにあんこみたいな感じ。でも皮にコラーゲンがあるから好きで食べるんだけどね。ババの天ぷら美味しいわ。ヒノナのタルタル最高。ヒノナの桜漬けをタルタルきれいでしょ、ピンクいで。で味もね、ヒノナのちょっとしたピリ辛と酢の風味、あとマヨが混ざるとね、めちゃくちゃおいしいの。カルディね、いぶりがっこのタルタルソースってね、あれ好きでね、時々買うんだけど、いぶりがっこのタルタルが売れるんやったら、日の名の桜漬けタルタル絶対売れると思う。っていうか、レストランでやったらいいのに。全国のレストランのオーナーさん、フライにタルタルね、4玉ねぎでやるけど、今のシーズンだからもう月限定でもいいから、昨日になって安いから自分で大量に桜漬け作っといて、それ細かく伝えたいて、で前に混ぜてタルタル作る、秋限定のタルタルソースとか作ったら喜ばれると思うよ。あっちゃんねるアイデア採用って書いてやってくれていいですよ。ありらないよ。ロイヤリティ払えたら言わんから、あっちゃんが紹介してたって書いてくれたら、チャンネル、紹介してくれたら嬉しい。やってみてください。一般買っててもやってみて。結構日の名の桜漬けね、道の駅で100円から150円で売ってんねん、3本4本入って。それ作るとね、本当にね、数ヶ月食べられるぐらい大量にできるから、これでタルタル作ったら美味しいよ。ほんまに、タルタルソースはマヨと
あのあれだけで十分。じゃあ前はいいの使ってね。あちゃん前松田の前使ってるけど、前も手作りしたらね、優しいしね。こんな感じで、あの体に優しい食材を使っていく、でそれでお商売にしていくってすごい素晴らしいことだと思うね。オーガニックを売りにしたら、このね世代、やっぱりこの今のこの時代ね、やっぱりオーガニックをこう前面に押したお店っていうのは強いと思うね。うん、やっぱりなんやかんやでね、あの変な話ね、あのコロナ一つにしてもせえし、成人病がんにしたり、三大疾病脳卒中とか心筋梗塞しても何が原因かってほぼほぼ血液やとわちゃん思うね。だから脳梗塞、脳出血、だからあの 脳の病気と心臓の病気、この2つはね、ほぼほぼもう血圧というか血管が硬くなって破裂したりとか、血管が詰まったり、要は、血管 の疾病で、がんっていうのはエラー細胞を作るってことは、エラー細胞を新しい細胞を作るときにいいものを取り入れてたら、ね、免疫力が上がるから潰してくれる。要はだから食べ物が大事だと思うね。だから食べ物を大事にするっていうことは、やっぱりオーガニックですごいいいもの、お肉なんかでもお肉がいいのか悪いのではなく、そのお肉は何を食べてきたのかっていうのが大事、どういう育ち方したのかっていうのが大事だから、やっぱちょっとでも高いかわからんけど、いいお肉を食べるっていうのが大事だと思うしね。塩にしても醤油にしてもやっぱりいいものを使ってる。だからあーちゃんもう今100何日目になるのかな、今日でね104日目になるのかな。7日目、もう3ヶ月ちょい、ね、ソーレ毎日飲んできて、で、ね、90日ぐらい目ぐらいからかな、夜も飲んでから1日2回のソーレ飲んでんだけどね、すっごい体がいいのね、調子がすっごいいいのね、うん、で肌ツヤもすごい良くない、もうすごいスベスベしてるしね、うん、で髪の毛もね、地肌のこの黒いところはプリンのね、このカラメルのところはすごいいい感じ。まあ先っちょはね、昔からの悪い板もん食べてた時の板の中身の毛ねんけどね、この辺すごいいいのが生えてきてるような感じがするのね、うん、だからなんていうのかな、今日ね、言ったら3ヶ月前からこれ6月に染めたんよ、6月の末だから7、8、9、10、11だいたい5ヶ月、6ヶ月、12月で6ヶ月目ぐらいな、もう半年ぐらい経つねんけど、半年でこの黒い部分が伸びただけやね、こんだけしか伸びひんのよ、半年で、ね、この赤いところはその時染めたやつやからね、からね、ってことはこの辺りはこの辺りまだこれぐらいね、この辺りはまだソウルやってないからね、この辺ぐらいからね、それぐらいが新たに生えてきた、あの塩をちゃんとしだしてから新たに生えてきた髪の毛がこれだけ傷んでないね。もう2年3年前たらね、悪い石をバリバリ取ってたし、安い食材、もう安かろう財布に優しかろうみたいなねそんな食材食べてきて、その時の髪の毛がこれで、やっぱり食材を厳選しだした髪の毛がここだからね、この辺りはちょっとね、塩とかもこだわりだした頃、ここで半年やった1年これぐらいね、こっから上ぐらいがこんだけが、まあまあ食材を考えた頃で、こっから真剣に考えた頃って思ってもらえればね、うん、だから、うん、やっぱりね、いい食材ってすごい大事だと思うのよ、うん、だから今、ね、流行り病、コロナで怖いとか、インフルエンザが怖いとかってよく言うけども、インフルエンザとかコロナも結局風邪の一種やねんね。あちゃんも風邪って言ってるけど、風邪と一緒やねん。要はウイルスが体に入ってきて、そのウイルスが悪さをして発症させてしまう。でそれの強い版がインフルエンザ、風邪の強い版がインフルエンザやったりコロナやったりするから、結局元をたどれば風邪みたいなもんやね、うん、で風邪ってどうやったらかからへんのか、風邪ってどうやったらすぐ治るのかって言ったら、栄養とってゆっくり休んで、ね、要はええもん食べて、でゆっくり休んだら治んねんね。で風邪の特効薬ってないのよ、あれビタミンとか総合感冒薬とかよくけど、ビタミン配合でビタミンとかたっぷりで、要は人間が食べても足らんとか、食べられへん、熱出てしんどくて食べられへん、それにエネルギーを補うもんやねん、要は
だから、だからね、みかんが体にいいとか、柿が赤くなると医者が青くなるとかね、リンゴが赤くなると医者は青くなるとかね、そういう言葉があるっていうのは、あ、トマトもそうやね、スペインとかの行くとトマトが、イタリアとかね、トマトが赤くなると医者が青くなるって言われたりするんだけど、ああいうビタミンとかいろんなものがあって体にいいって言われてるものが、ね、食べられると医者が青くなる、そう、病気の人が減るっていうことやね。要は病気っていうのは何かって風邪やねんね。要は一番ね、病院の先生がもうリピーターを取れる、リピーターって言い方悪いけど、そういうのが風邪やねんね。だ、結局風邪の延長コロナも一種やねん。なんでそんなこと言うとか言ったら、奈良県医大が、これまた今度話しようと思うんだけど、奈良県医大がコロナには柿が効果がある、あれ柿が効果があるのは何やった、そう、みんな一緒に風邪、はい、で今、まだこの数週、1週間ほど前に奈良県医大が発表したのが、コロナには緑茶が効く、そう、緑茶が効くって何やった、そう、ご一緒にみんな、せーの、風邪やねんね、はい、要は風邪予防に柿食べて緑茶飲んでたら柿ならへんって言われてんのよ。奈良県特に柿の産地であって、大和茶の産地、いや緑茶の産地やね、奈良の食材、柿とお茶を飲むと風邪になりにくいって言われてんねんねそこに答えが隠されてるんやんちゃうかなって思うね。なんかコロナ怖い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 、確かに怖い、見えへんものは。でもそうじゃなく、怖いからこそどうやって打ち勝っていくのかっていったら、根本的なことを知らないといけないと思うね。怖い怖いって言ったら怖い、言ったらね、何やったっけ忘れた、お化けや思ったら柳やったみたいなね、なんとか枯れすすきか、すすきやったか、まあ、要はね、怖いと思ったらすすきやら柳でさえお化けに見える。でも、それが怖いと思い、真実を見ようとしたら単なるすすきやったっていう話やねんけどもね。だから怖いと思ったらそれがすごい脅威に見えてくるんよね。見えないものほど怖く感じてしまう。でも、ちゃんと勉強すると怖さなんてなくなるんだよっていう話。だからテレビでも怖さを煽りすぎる。だからここ最近あっちゃね、今お家でショッピング見てんだけどもね、なんでこんなもん毎日同じ、もう炭酸水のこのテレビ、お家でショッピング20回ぐらい見てるよ。なんでこんな見てんのかって言ったら、もう朝からコロナ怖い、コロナ怖い、コロナ怖い、コロナばっかりで怖がらしてる。こんなん見て怖がったところで、実際怖い怖い言われたら怖なってくんね。例えばね、あっちゃん、ソーレ、これ塩水です。ソーレのような、これ塩水です。塩です、塩。海水天日塩の塩です。あっちゃん家の井戸水です。で、割ったものです。これ、1日2リッター飲みます。信じて飲んだら健康になるわけやねんね。あっちゃんは健康になった。ね、信じて飲んだら健康になるけど、塩って怖くない、高血圧になんねんでって、塩って取りすぎたらあかんねんで、減塩しなあかんねんでって言われとったら、塩水のことがすごく怖く感じてしまうね。怖く感じて飲まないと健康を自分が手に入れていかれへんのね。でも塩をよく調べると、塩っていうのは塩化ナトリウムやねんけど、日本人が知ってる塩って塩化ナトリウムやけども、海水天日塩っていうのは塩水、海水、お母さんのお腹の中、羊水の中で子供は育っていく。その羊水は何かやったら、海水とほぼほぼ同じ成分のミネラルが入ってて、そのミネラルを全身に浴びて育ってきて、お腹の中で10ヶ月育ってきて元気な赤ちゃんが生まれてくる。元気な赤ちゃんには皮膚疾患であんまりいてない、まあお母さん食べたもんで変わるけどね。でもその羊水の中ではすごい綺麗なお肌で生まれてくる。でこういう俗世間に染まってきて、汚い空気を吸って、汚い食べ物を食べて、で人間の体はボロくなっていく。だから大事なんだよって。だからお母さんは、子供が最近アトピーとかよく言われるけど、昔アトピーとかってそんななかったんよね。それだけ食材が乱れてきてる。こんなもん関係あるかいっていう人おるか知らんけど、だったらなんで妊婦さんはタバコ吸っちゃダメだよ、お酒飲んじゃダメだよっていうの。そう、赤ちゃん母乳で育ててね、おっぱいあげてる時にね、お酒飲んでおっぱいあげると赤ちゃんが酔っ払うんや。それぐらい母乳で育てるのに、お腹の中の羊水に影響出へんわけがないよね。それだけお母さんは食材を大事にしないといけない。だから調べると、海洋ミネラルがたっぷりの海水塩を飲むって、すごい体にいいことやねんね。それを知るか知らないかで、怖いか怖くない。だからあっちゃん最近お塩を1日30-40g 取るけど、全く怖くないね。逆に怖くないどころか健康になってきてんねんね。これを怖いと思ってせへんかったら健康手に入れられへんっていうことやねん。
なんかこれコロナも一緒やねんけど、怖い怖いは誰でも言える、怖いんじゃなく知ろうとする勉強力やとあっちゃんも思います。はい、朝からねちょっと語りすぎてしまいました。ではまたね、あっちゃんのバースデーの朝ごはんでした。日頃変わらへんな。